東ゴート族東ゴート族はゲルマン人の一派。東ゴート族は150年頃から国会北岸に定住していたゴート族の一派である。220年頃、二つに分かれて活動し始める。ドニエプル川の東側に住んだグループが砂の多い平野に住んだことからグルトゥンギアウストロゴティと呼ばれるようになったが、やがてグルトゥンギの部分がなくなり、オーストローガ隊が オスティーゴとすなわち、東ゴートに変化して、東ゴート族と呼ばれるようになった。なお、もう一方のグループは、ドナウ川の下流域に定住し、西ゴート族と呼ばれるようになった。360年、西へ移動する、フン族と接触し始める。372年、そのフン族により、攻撃を受け、375年に、フン族によって征服される。生き残りの一部は、 フン族と共に行動した。また一部はバンダル族と共にローマ帝国に保護を求めパンノニアに移住したが、この時ローマ人から屈辱を受ける。5世紀末にフン族の衰退により東ゴート族の大テオドリックが部族を率いてイタリアに入り493年に東ゴート王国を建国した。後に東ローマ帝国と対立し、 一時は、ローマを占領するなどイタリアの大半を制圧するが、皇帝ユスティニアヌス一世の派遣した将軍、ベリサリウスに敗れ、その降鉄後に、東ローマ軍を率いた最小、ナルセスによって滅ぼされた。ありがとうございます。